おい、起きろよ。はい、サンドイッチ。ベーコンレタスサンド、いかがですか？俺は進藤蓮。同じ会社の立花いつきとは、密かに交際している仲だ。はあ、久しぶりの蓮だ。おい、いつき、気持ちはわかるけど、誰かに見られたらどうするんだよ。1分だけでいいから、充電させて。はあ、しょうがねえな。開発部でデスクワークがメインの俺と、営業部で外回りが多い月。お互いなかなかタイミングが合わず、俺たちはゆっくり会えない日々が続いていた。俺だって本当は、月ともっと一緒にいたい。けど、月は取引先の都合で土日に仕事が入ることもあるし、俺のわがままで無理させたくねえしな。レン、最近よくため息ついてる。開発部は残業も多いみたいだし、やっぱり疲れてるのかな。僕がもっと一緒にいたいなんて言ったら、きっと無理させちゃうよね。せっかく恋人同士になれたってのに、つい本音を我慢しちゃうんだよね。はあ、もどかしい。やっとこの日が来た。レンと休みの日にデートするの、一月ぶりくらいじゃない？いつもは仕事の後一緒に飯食うぐらいだもんな。けど俺が見たい映画でよかったのか？僕はレンと一緒に見られるなら、どんな映画でも楽しみだよ。これって、滅亡しそうになった地球を救うっていうストーリーなんだよね。もしかしてゾンビとか出てくる系？いや、ホラー要素はないみたいだぞ。滅亡する確率が 99% になった地球を救うため、主人公たちが奮闘するサバイバルアクションムービーって書いてある。うわ、聞いただけでハラハラする。あ、始まるみたい。はあ、迫力満点で面白かった。ラストで主人公とライバルが協力して危機を脱出したところ、よかったな。ん？おい、いつき、頭の上のそれなんだ？え、頭の上？いつきの上に今日中に死亡する確率 80% って書いてあるんだよ。どういうこと？僕死んじゃうの？映画が終わってかれこれ1時間経つけど、相変わらず消える気配がね。その文字、他の人には見えてないのか？周りは誰も気にしてねえよな。レンの頭の上には何も出てないけど、それってつまり僕だけが死んじゃうってこと？そんなことあってたまるか。でもどうして急にこんなものが表示されたんだろう。わからねえ。映画が始まる前までは何もなかったのにな。そういえばこれってさっき見た映画の内容に似てない？映画の中でもモニターにずっと地球が滅亡する確率 99% って表示されてたよね。確かに。まさかさっき見た映画が原因なのか？俺があの映画を見たいって言ったからな。レン、どうしたの？確率が 90% に上がった。なんで上がるんだよ。やっぱり俺のせいなのか？落ち着いて、レン。思ったんだけど、確率が上がるってことは、もしかしたら下げることもできるんじゃないのかな。どうやって？それはまだわかんない。だけどレンのせいじゃないってことはわかるよ。レンはあの映画の主人公みたいにどうにかして僕を助けようとしてくれると思うから。いつき、
悪い。焦って動揺しちまってた。今は原因を探るより解決策を見つけるのが先だよな。とはいえ、問題はどうやって僕の死亡フラグを回避するのかだよね。あ、一か八か占ってもらうってのはどうだ。この先五木の身に何が起こるのか少しくらいはわかるかもしれねえし。なるほど。もしも僕に危険が迫ってるなら防ぐヒントになるかもしれないもんね。どうですか。これは何が見えたんですか。些細なことでもいいので教えてください。それが何も見えないんです。見えない。あなたの未来は真っ白です。こうも不幸も全く見えない。こんなことは初めてです。そんな。レン、いきなり神社に来て一体何するの。この神社厄除けで有名らしい。どこまで効果があるかわからねえけど、とりあえずお祓いしてもらってついでにお守りも買おう。どう、少しは確率下がった。いやダメだ、変わってない。これでもダメか。だったら他の方法を探すまでだ。行くぞ、イツキ。今日中に死ぬ確率ってことは何か突発的なことがイツキの身に起こるんだよな。くそ、せめて原因だけでも分かれば防げるかもしれねえのに。イツキ、俺のそばから離れるなよ。事故や事件に巻き込まれる可能性もあるし。何笑ってるんだよ。ごめんごめん、死んじゃうのは嫌だけど、レンにこうやって必死にガードしてもらうのはちょっと嬉しいなと思って。そんなのんきなこと言ってる場合か。結局何の解決策も見つからないまま夜になっちまった。こんなことなら今日はデートなんかしねえで、イツキには家にいてもらえばよかったな。99%。 え、何？もしかしてまた確率上がっちゃったの？嘘だろ、ここに来てまた確率が上がるのかよ。命の危険が迫ってるってことなのか。せっかく久しぶりのデートだったのに、レンにこんな顔させちゃうなんて。僕だって怖いけど、レンを不安にさせるのはもっと嫌だよ。ねえレン、そんなに心配しないで。逆に考えようよ。 1% は生存できる可能性があるんだから、そっちにかけてみない？正気か、たった 1% だぞ。でも宝くじの一等が当たる確率よりはずっと高いよ。そりゃそうだけど。だったらせめて家まで送る。帰り道も油断できないだろう。気持ちは嬉しいけど、明日もお互い仕事でしょ。そもそもこの確率自体がデタラメかもしれないし、何かあったら必ず連絡するから。いつき、それじゃまた明日ね。なんであっさり帰ろうとするんだよ。何かあったらってそれじゃ遅いだろ。帰るなよ、いつき。レン、嘘、僕この下敷きになるところだったの。おい、いつき、文字が消えたぞ。本当に？そっか、レンが引き止めてくれたから死亡フラグを回避できたんだ。ほら見ろ、こんな状態で一人で帰ろうとするな。俺たち恋人同士じゃねえのかよ。レン、ごめん、レンに心配かけたくなくて強がっちゃった。本当は僕もすごく不安で怖かったんだ。引き止めてくれて
ありがとう、レン。ったく、お前があっさり帰ろうとするから、もっと一緒にいたいと思ってるのは、俺だけなのかと思っただろう。そんなわけないよ。僕だって本当は、レンとひとときも離れたくないって思ってる。でも、レンは遅くまで仕事してることも多いし、無理させたくなくて。そんなの俺だって。僕たちお互いに遠慮ばかりしてたってこと。こんなことなら最初から素直に伝えとくんだった。これこそまさに両思いってやつ。もうこんな風にヒヤヒヤするのは二度とごめんだ。うん、僕も。そうだ、いっそのこと僕たち同棲しちゃえばよくない？同棲？うん、あれ、レン、嫌なの？嫌じゃねえけど、つい想像しちまった。へえ、レンってば、何を想像したのかな？なんでもない。とりあえず、次の休みは一緒に物件探そうぜ。うん。ご来店ありがとうございました。今日のサンドイッチの味どうだった？コメントで教えてね。チャンネル登録とツイッターのフォローもよろしくお願いします。あ、麺噛んだでしょ。うるさい。